まあ、中止というのは、残念なということは、一番最初に出てくる言葉かなと思いますけれども、主催者側が本大会の開催にあたって、本当に最後の最後まで、いろんな準備をしていただいて、このような結果になってしまいましたけれども、まずここまで子どもたちの夢の実現のために、準備をしてくださったことに敬意を表したいなというふうに思います。あとはまあしょうがないですよね、この社会情勢を考えたら、これは本当にやむを得ないかなというふうに思っています。ただ子どもたちはこの92回の選抜大会の21世紀枠として代表に選ばれたことは間違いないので、それは確かなので、それをしっかり自分たちのものとしてですね、受け止めて、それを力に変えて、また第一歩に進むしかないと思いますので、夏に向けて、頑張らせたいなというふうに思っています。高校野球だけでなくて、全ての高校生の大会が中心になっていましたので、野球だけが開催できる形というのはやっぱり厳しい社会情勢であることは重々承知していながらも、やはり子どもたちの欲しいの思いを共有させたいなと心から願っておりましたが、そういうような社会情勢ではないということを改めて、突きつけられた思い